皆さんこんにちは。プロ野球選手でおなじみの大谷翔平さん。大谷翔平と結婚した妻が判明。2人の馴れ始めについて紹介します。まずは大谷翔平さんの経歴とプロフィールから紹介します。大谷翔平は岩手県水沢市出身のプロ野球選手。投手、指名打者、外野手、右投左打、MLB のロサンゼルスドジャース所属、日本人スポーツ選手で最高年俸であり、日本球界総年俸の3倍長である野球の最高峰、リーグメジャーリーグベースボールでシーズン MVP を2度受賞している日本人における MLB シーズン本塁打最多記録保持者、日本人初のホームラン王獲得者、MLB 通算本塁打数で日本人歴代2位でア・リーグ1位の松井秀喜まであと4本に迫っている。近代のプロ野球では非常に稀な存在となる。シーズンを通して投手と打者を兼任する二刀流の選手。 MLB、NPB 両リーグで2桁勝利投手、2桁本塁打の同時達成を果たしている。2015年は3月27日の楽天戦で自身初の開幕投手を務め、5回3分の2を被安打3、失点1、6奪三振に抑え勝利投手になった。5月14日の西武戦ではチームでは1979年の高橋直樹以来となる完投勝利での開幕6連勝を飾った。一方で打撃面では低調で、4月1日の対ロッテ戦では先発の藤岡隆弘野手では2試合目6打席目でのプロ入り最速となる第1号本塁打を放つが、6月19日のソフトバンク戦ではプロ入り初の1試合4三振を記録した。2016年も開幕投手を務めたが打線の援護に恵まれず、先発した5試合で白星がなかった。先発6戦目となった5月1日のロッテ戦で9回を4失点で抑えてシーズン初完投初勝利を飾った。しかし5月途中まで防御率3点台とシーズン途中まで投手として調子が上向くまで時間を要した。一方打撃は好調で、5月11日のオリックス戦では東名大輝から自身初の4試合連続の本塁打を記録した。5月29日楽天戦ではパリーグの公式戦ながら指名打者を最初から起用せず6番投手として先発出場し、投手としては7回4安打1失点で3勝目を挙げ、打者としては3安打1打点の猛打賞を記録した。契約金は北米4大プロスポーツリーグ史上最高額で10年総額7億ドルに達した。 MLB での過去最高額はエンゼルスのトラウトが2019年に結んだ12年総額4億2650万ドルが最高額であり、北米4大プロスポーツリーグでの最高額は NFL のカンザスシティチーフスのパトリック・マホームズが2020年に結んだ10年総額4億5000万ドルが最高額であった。またドジャースとの契約は特殊な契約となっており、大谷とドジャースが契約満了になる2033年までは毎年年俸に9億円が支払われ、大谷との契約が終了した2034年以降に残りの約 97% が後払いされていく予定という契約内容となっている。2024年2月27日に177日ぶりに実戦復帰したホワイトソックス戦で2番指名打者として先発し、移籍後初本塁打を放った。同月29日自身のインスタグラムで日本人女性との結婚を発表した。2024年2月29日に結婚を発表した大谷翔平さんの結婚相手は石野友子さんではないか。大噂になっている石野友子さんが大谷翔平さんの結婚相手だと言われている理由について調査してみた。大谷翔平の結婚相手が石野友子と言われる理由、一つ目は2024年に退社しているということだ。通常アナウンサーは年度末の3月に退社されるケースが多いそうだ。しかし石野友子さんは2月に退社されている。結婚準備のためではと言われているのだ。大谷翔平さんは囲み取材の際、キャンプの時期から奥様と一緒に暮らし始めていると話している。大谷翔平の結婚相手が石野友子と言われる理由2つ目はインスタを全消費しているということだ。これは
結婚準備のためではと言われているのだ。大谷翔平の結婚相手が石野友子と言われる理由3つ目は、日ハム情報番組を担当していたことだ。野友子さんは日本ハムファイターズの情報番組 F パークを担当していた。日ハムの選手とも多数接点があると思われるね。大谷翔平の結婚相手が石野友子と言われる理由4つ目は、家族ぐるみの付き合いということだ。前述の日ハム情報番組 F パークで石野友子さんは日ハムの鶴岡慎也さんと共演していた。鶴岡慎也さんは大谷翔平さんのお父さんと同じ社会人野球チームに所属していたことがあり、親しい関係なんだそうだ。大谷翔平さんのお父さんを通じて接点があった可能性もあるね。大谷翔平の結婚相手が石野友子と言われる理由5つ目は、元女子アナであるということだ。石野友子さんは元北海道文化放送のアナウンサーだ。野球選手の奥様といえば元女子アナの方が多いイメージだよね。モテそうですが、意外と出会いが少ないという野球選手と取材などで接する機会が多いアナウンサーの方が結婚するというケースが多いようだ。大谷翔平さんと石野友子さんも多くの接点があるね。石野友子さんは野球好きで、大学時代東京ドームで巨人の試合や侍ジャパン公式試合でボールガールをしていた。また特技はソフトボールとのこと。学生時代はソフトボール部で左バッターをしておられた。アナウンサーとして野球番組の MC をされる前から野球がとても好きだったんだね。大谷選手が過去に在籍していた日本ハムファイターズ、石野友子さんはこの日ハムの番組 F パークで元日ハムのプロ野球選手鶴岡慎也さんと一緒に MC を担当しておられた。鶴岡慎也さんは日ハム時代に大谷選手とバッテリーを組んでいた中、この鶴岡慎也さんが石野友子さんと大谷選手の共通の知人になる。さらに鶴岡慎也さんは大谷選手のお父さん大谷哲さんとも深い仲なんだ。鶴岡慎也さんは2023年3月のインタビューでこう話しておられた。僕は彼のお父さんと社会人時代の先輩後輩の間柄でして、大谷の父哲さんがプレーした社会人野球三菱重工横浜で鶴岡氏もプレーしていたという縁があった。大谷選手のお父さんと鶴岡慎也さんに深い接点があることも踏まえると、このつながりから大谷選手と石野友子さんが知り合ったのではと予想される。米大リーグドジャースの大谷翔平が日本時間2024年2月29日自身のインスタグラムで結婚を発表した。インスタでの電撃発表に SNS ではすっぱ抜かれなったのすごいななど情報管理を称賛する声も相次いでいる。大リーグドジャースの大谷翔平が日本時間29日自身のインスタグラムで結婚を発表した。インスタでの電撃発表に SNS ではすっぱ抜かれなったのすごいななど情報管理を称賛する声も相次いでいる。大谷はいつも温かい応援をいただきありがとうございます。シーズンも近づいておりますが、本日は皆様に結婚いたしましたことをご報告させていただきます。まだまだ未熟な点も多々あるかと思いますが、温かく見守っていただければ幸いですと文書で報告。またお相手は日本人女性です。明日の囲み取材で対応をさせていただきますので、今後も両親族を含め無許可での取材等はお控えいただきますようよろしくお願い申し上げますと呼びかけた。今回の結婚発表に SNS では「ほんとびっくり」「マジで幸せになってほしい」「めでてえなー」など驚きと祝福の声が上がった。その一方で「すっぱ抜かれなったのすごいな」「一回も週刊誌に取られることなくサラリーと結婚報告かっこよすぎんか」「隠しきるのプロ意識高すぎ」「隠すのうますぎるやろどうなってんねん」などの声も上がっていた。元宮崎県知事でタレントの東国原英夫は「えマジか、すごいな、よく隠し通せたな、すごい、結婚相手の特定やプライバシーの詮索が始まるのかな、ちょっと心配、と驚きとともに、お相手について注目が集まりすぎることも懸念していた。この時期の発表については、皆さんがうるさいので、と笑いつつ、決め手はこれといっては、雰囲気というか、
一緒にいて楽しいですし、ずっと一緒にいるところを想像できた、とのろけた。手料理についてはまだ実際にはこっちに来て日は経っていないので、そこまで食べてないですね、と語り、プロポーズは普通に言いました。あえて言う必要はないかな、と交わした。婚約については、婚約は去年なので、と慣れ始めについては短いスパンで会うことがあったので、と語った。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。